フォトアドバイスチャンネル C P プラス。はい、というわけでやってきました CP プラス2023ね。いよいよ CP プラスがね、復活ですよ。はい、 MC の中島あずさです、はい、プロフォトグラファー中村道人です。はい、お願いします、はい、よろしくお願いしますね。ということでね、はい、会場来たんですけれども、はい、来ました来ました、まあ、3年ぶりということでね、カメラもね、また盛り上がっていくといいですよね。はい、いろいろね、ブースもたくさんあるみたいなので、はい、ということで、そうですね、ブース周りをしていろいろね、ちょっと商品なんかのね、はい、紹介とかもしていきたいと思います。はい、それでは行ってきます。はい、キャノンブースへやってきました。はい、やってきました、まあね、はい、ちょっと新製品ということで R8、 あ、軽いね、軽いわ。今ずっとR6 Mark II をね、ここ2週間ぐらいずっとこれで撮ってるんで、同じレンズがついてるんですけど、だいぶ小型軽量ですよね。なんかいろいろ基本部分は R6 Mark II とね、近いカメラなんで、まあ違いとか、あとまあこのね、小型軽量になったメリットなんかを聞いてみたいと思います。新製品ということで、ちょっと R8 についてお話ししたいんですけれども、はい、今ちょっと2週間ぐらいこれずっと使わせていただいてて、会社のカメラで、それでずっともうすごい使いやすくてよかったんですよ、はい、でまたね、はい、小型のが出たということで、はい、まあ、違いとか、はい、あと、このメリットとかをちょっとお話しいただければと思います。はい、そうですね、こちら R8 につきましては、はい、これフルサイズで、はい、まあ、比較的、まあ、コンパクトな。そうですね、まあ、だいぶフルサイズとしてはコンパクトですよね。そうですね、はい、まあ、そちらでかなり連写性能も40コマということで、あ、はい、うん、かなり電子アッタージの連写性能が上がっております。40コマ、はい、そうですね、あと追尾性能とかも AF の方がかなり高速でなっておりまして、はい、それで非常にまあ、お値段も、まあ、少し、まあ、抑えた価格で、はい、お買い求めやすくなって、まあ、初めて、まあ、カメラを使われる方にとっても非常に馴染みやすいカメラになっているかと思われますね。セカンドカメラとしてもこれだけ小さいとね、はい、いい感じですよね。そうですね、はい、非常に、はい、使いやすいカメラになっておりますね。2台目にいかがですかね、ちょっとアズもちょっと多分ね、女性も向いてると思うよ。なるほど、失礼して、はい、かなりコンパクトですね。でも確かに軽いですね。レンズついてもすごい軽さを感じます ね、うん、ね、2405ってちょっと大きめに感じるけどね、それでもこのバランスで撮れると。そうですね、うん、はい、非常に広角から中望遠という形で、はいはいはい、非常に用途も使う、まあ、用途も幅広くご利用いただけます、はい、画素数が2400万、はいはい、400万画素 で電子ハッターで40コマ、はい、40コマすごいですね、はい、はい、もう十分40コマであれば、はい、で、あれですね、動画とスチールがこのスイッチで、まあ、はい、最近のあれですよね、そうですね、最近はここで、うん、スイッチが独立しておりますので、こちらで最近やっぱり動画とスチールの切り替えって結構繁盛にやることが多いんで、はい、そうですね、このスイッチは分かりやすくていいですよね、はい、はい、うん、非常に切り替えやすいですね、うん、はい、健康トキナーさんにやってきました、はい、はい、いつもお世話になってる田原さんです。はい、田原です、よろしくお願いします、はい、ちょっとおすすめのちょっと商品を、ね、見せてもらいましょう。はい、はい、こちらにあるレンズが、お、ミラーレンズ、ミラーレンズとか、ね、そう、ミラーレンズとかレフレックスって言って分かるのは中村先生ぐらいのマニアじゃないと分かんないかもしれないけど、ここがね、はい、見て分かるけど、このサイズでなんと300ミリなんです。わ、それはすごいね、すごい、はい、見てこれ、こんなこんな、こんな指の長さでいうとこんなです、300ミリで、はい、短いコーヒーの缶よりも小さいと言ってますけど、これでね、はいはいはい、本当にね、すごく大きく撮れちゃうんですよ。まあ、F 値はどのぐらいなんですか？F7.1 です。まあ、ミラーレンズだからね、まあ、はい、このぐらいだけど、でもミラーレスだからね、ファインダーが暗くなるって少ないんで、でこれで最短撮影距離92センチということでね、300ミリ92センチは相当ですね、はい、お花のアップとかでも撮れちゃうと。あと背景のボケがリングボケということで丸くなって可愛いみたいなこともあってね。そうですね、そうですね、はい、まあ、こういったレンズ、今回ね、トキナレンズ、レフレックスだけで5種類出してますから、まあ、このあたりも注目いただければと思います。
はい、シグマさんにやってきました、はい、昨日の夜急に Z マウントのレンズが発表されて僕もびっくりしちゃってもう買います宣言しちゃったんですけども。早いですね。早いです。56mm の、ね、単焦点がすごい気になってて、うんうん、それで、あ、ついに単焦点出るんだと思って、まあ、ちょっとそれでね、うん、シグマさんやってきましたので、はい、お話を聞きたいと思います。はい、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずちょっと新製品の方を、はい、今言ったものに限らずちょっとこの応援を ね、 そうですね、はいはい、今回の新商品はまず先週から発売してます、はいはい、60-600mm っていう、はい、超望遠で10倍ズームっていう特徴のあるレンズですね、はい、こちらがニコン、あ、ごめんなさい、ソニーの E マウントと、はい、弊社も入ってる L マウント、はい、L マウントとソニーの E マウントなんですね、はい、先週から発売しております、はい、であとがこの 50mm、 これも今ちょっと話題になってますね、 50mm の 1.4 これが今日発売です、はい、はい、今日発売で、ソニーさんの E マウントと、はい、L マウントと、はい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 、あ、なるほどね、はい、これもだいぶいい感じですね。ありがとうございます。じゃあちょっと回って、はい、僕の狙っているZマウントの、はい、あ、なるほどね、こちらが、はい、昨夜発表しました、はい、ニコン Z マウント3本になります、はいはい、今まであれですよね、ソニーと富士の X があったんですか。このレンズは本当にできる限り多くのマウントを対応させていただいてまして、マイクロフォーサーズマウントですとか、マイクロフォーサーズマウントですね、はいはいはい、キャノンさんの EOS M マウント、EOS M マウントですね、はい、もう本当にいろんなマウントの中でついに Z マウントが、はい、ね、ようやく、はい、Z マウントで、はいはい、ご準備できました、まあ、なかなかね Z マウントが出るということもびっくりされた方もね、はい、多いと思うんですけど、僕もね ZFC 使ってるんで、まあ、こういうニコンのね APS-C 使ってる方はかなり、うん、注目だと思います。はい、というわけで次は来ましたね、はいはい、ニコンブースにやってきました。やってきました、はい、中村的にはもう新製品ね、ZFC のブラックとあと 85mm の、ね、1.2 とかも、ね、出たのでね、はい、まあ、その辺のお話を伺っていきたいと思います。はい、聞いていきたいと思います、はい、これですね。でレンズもあれですね、 26mm の 2.8 新しく出たパンケーキレンズ、これすごいね。そうですね、今これがフードがついた状態ですので。なるほど、ちょっとごめんなさい、はいはい、このフードを外していただけると、はい、さらにそうですね、約1センチ弱ですね、はいはい、薄くなるようなものとなっております。やばいね、今回これ金属マウントなんで、金属マウントちょっと、お値段も高くなってしまうんですが、うん、その分、マウントだけではなく光学性能の方もただのパンケーキというだけではなくて、そこも含めちょっと高級感のあるものとして作らさせていただいております。これはフルサイズにも対応してるんですよね、はいはい、もちろんフルサイズ用のレンズとなりますので、うん、で今これ 26mm の ZFC なんで、はいはいはい、大体 40mm ぐらいです、 39mm になっております、うんうんうん、39mm ね、まあ、準標準というか、はい、うん、ね、またブラックのボディと合いますね。そうですね、かなり引き締まって見えるので、うん、より小型にキュッという風に見えるかなと思います。ね、あとどうですか、ZFC ブラックだけでもすごいかっこよくて締まって見えて、さらにこのレンズと、本当さっきおっしゃってたみたいにね、シルバーと、あ、どっちもいい。ありがとうございます。はい、次にですね、85mm の 1.2、 お、すごい存在感だけど、すごいね、 85mm で F1.2 だよ、はい、そうですね、こちらもフィルター圏も 82mm になるようなサイズになるので、はいはいはい、ものとしてはかなり大きいものです、ね、フィルター圏が 82mm、 82mm です。あ、どうすか。いや、でもこれも、ね、待ってた方いっぱいいると思うんで、はい、ありがたいことに、うん、ちょっと 1.2 シリーズということで2本目にはなるんですけども、そうですよね、はい、覗いてみて、玉ぼけがすごい。なるほど、でも大きいけど思ったより大きくないのかもしれないですね。そうですね、1.2 としては、うん、であと少しレンズの方も少し後ろに寄せるような形で、やっぱりバランス的には意外と大きいんですけど、はい、持ってみて構えてみると、はいはい、そんなに重量感を感じないのかなというふうには思います。 Z9 とのバランスもあるんでしょうけど、はい、割とね、うん、やっぱり手持ちでポートレートを撮るのが多いレンズだと思うので、あまりバランスが悪いとね、撮ってる側がね疲れちゃうと思うんだけど、このぐらいのバランスだったら全然普通に手持ちでねカシャカシャ
いけるよね。手持ちでバランスが良い、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、まあ、多分ね、ちょっとお借りしてね、またねレポート機会があればね してみたいと思います。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは続いて富士フイルムさんにやってきました。はい、富士フイルムに来ましたのでちょっとねお話を伺いたいと思います。はい、はい、というわけでブース内に来たんですが、ここで紹介していただくのがこちら、はい、あの APS-C の4000万画素センサーで強力7段分の手ブレ補正が搭載されたあの新しいモデルとなります。こちら の, あの 56mm1.2 の WR もあの新しくあの防塵防滴機能のついたあの新開発の光学設計で、非常に4000万画素の解像度を生かすシャープなレンズとなってございます。あの僕は XE4 のユーザー で、はい、この 1.2 の前のやつを持ってるんですけど、はい、なんかこれが出た時に、いやこの組み合わせもめちゃくちゃいいと思って。ありがとうございます、はい、あれですよね、画素数が上がって APS-C で4000万画素ってかなりね、おっしゃる通りでございます。高画素ですよね、はい、そうですね、うん、これはもう防塵防滴になったということで、はい、うん、なるほどなるほど、はい、ちょっと絞り感の位置もちょっと前になったんですね。そうですね、はい、もう明るいレンズなんでね、この組み合わせがね、なかなか良くて、まず、ね、56mm って中望遠で、まあ、1.2 で撮れるんでね、ぼかしもすごい効くし、非常にいいレンズだと思います。それで 1.2 にしてはかなりコンパクト、うん、かわいいポートレート向きですよ。もうこの組み合わせはちょっとポートレートを撮ってる方にはおすすめだと思います。さあ、いろいろね見てきましたけども、ね、そうなんかあれ色あカラフルじゃないですか。これもね、昨日ツイッターでレオフォトロさんが色付きの三脚を出したということで、なるほど、これ見てみて、黄色とか可愛くない？めっちゃカラフル黄色赤青黄色、意外とちっちゃいあれなんで、コンパクトなシリーズなんだね。確かにコンパクトですね。こっちはあれだけど、多分、うんうん、新しいのはこの3つでしょ。あ、なるほど、うん、黄色ちょっといいね。黄色しますね。黄色しますね。うん、赤もいいけど、まあほらニコンとしては黄色じゃん。キヤノンの人もソニーは青とか。そんな気分。それも狙ってる。あ、なるほど、うん、頭よし、ね、なるほどね、うん、ほうこれもね、このシリーズのほら、あの防水三脚でしょ、うん、これも割とレオフォトロさんね、あの海辺とか川とかで使う方はね、ははこの OD いいですね。あの知り合いのカメラマンプロデュースしてたりとかして、リンリン君っていう風景カメラマンねほうプロデュースしてて、まあ、あの割と注目な三脚メーカーですね。おーい、通りすがりでちょっとゴドックスにね、気になる商品がいくつかあるんで、ちょっとご紹介というか、まあ、僕がご紹介するのもあれなんですけど、このストロボ、レトロデザインストロボ、可愛くない？で、しかもカラーバリエーションがピンクとか、ほら、畳むとこんな感じ、畳むとこんな感じで、で、広げると、こうなるの。だ昔のフラッシュみたいなデザインだよね。カラーバリエーション本当に。で、普通の黒もある。これだとまあ普通にね、どんなカメラにも合うと思うけど、面白いよね。こういうのもまた別のちょっとデザインで。こっちはちょっとコンパクトでね。これもでも レトロデザインだよね。なんかこういうのはアイデアだよね。ストロボってね、こういうサードパーティーのストロボって、ね、いろんなメーカーがあるけど、デザイン勝負してくるっていうのは、面白いと思います。これ多分気になってる方多いんじゃないですか。発信機が新しくなりました。X プロ2、なんかこのつけるところがちょっと新しくなったりとかね、デザイン的にはね似てるけど、ちょっとかっこよくなりましたね。まあね、ワイヤレスストロボ使ってる方はね、ゴドックス、ね、使ってる方多いと思うんで、またちょっと発信機そろそろ買い替えたいななんて方は、新しいのが出たんでいいと思います。はい、というわけ で、ね、CP プラス2023、はい、いろいろ回ってきたんですけど、はい、どうでした？
なんか盛りだくさんだけれども知らないブースがなんか増えてるというか、そうだよね、はい、ね、まあ、こうやってねまたねカメラ業界が盛り上がっていくといいと思います。はい、はい、というわけで CP プラス2023、はい、現場からお送りしました。はい、は